ミーキーとモーリーのあなたをほっとかいはいおはようございます今日はちょっとモーリーがいない初めての回なんですけれども本日も元気にスタートしたいと思います、えー、私ミッキーとそして不在のモーリーのあなたをほっとかないです えー、大人なじみの2人がゲストさんの素敵なところを発見して楽しく皆様にお届けするトーク番組ですまあ、ゆるーく今までもやってきてますが今日もゆるーく行きたいと思いますので温かく聞いてくださると助かりますはいでは今日はけいこちゃんはいモーリーの最愛なるパートナーですね <laughs> はい今日は 大役で参りました金本恵子です。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんか慶子さんあれ顔が見えてない。<laughs> すいません。<laughs> そのまま。はい、でうなのあのあれですよ大役といえねあのミキさんやってですね大変な役を今回引き受けてくださっていてやはりピンチヒッターねもう言われたことは本当にやるみたいな全力でりり、ね、ありがとうございます。全力で頑張ります。はい。でえっと 恵子さんはね、もとあの専門学校とかデビューとかあの人を美しくする仕事をされていてですね、本日もまたこういう大役もしてもらってますけど、いつか恵子さんにもゲストに来てほしいなと思ってますので、はい、その時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい,はい。はい、いはい。じゃあ本日のゲスト、はい恵子さん。はい。じゃあ本日のゲスト荒田さん。 はい、自己紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。早速お願いします。はい、ありがとうございます。私琉球地球サミットの実行委員として活動もさせていただいてます。新田優衣と申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あのいつもですねこのトークの番組はだいたいえっ、ー、と友達だったりとか知ってる人をご紹介したいとかしてるんですけど今日はですね。 あとゆいさん、はい、あの本当に今日初めて。お話して、しね、話をするという感じので、はい、いろいろねほりはほり聞いてみたいと。思うんですけども。お願いします。先ほど、ちょっとね、打ち合わせの時に。えっと、あなたさんのこと、ゆいさんのことをですね、ちょっとお聞きしてたんですけど、なんと。幼児の母ですね。はい。四、はい、人の子供たちの<う>。お母さんやってます。すごいね、なんか。あの、男の子女の子、上から、あのちょっと。なんですか、年齢というか。 子どもたち、あのしょ紹介というか、はい、えっと、女の子三人続いて、上が高校一年生。うん、次女が中学一年生、うんうん、で、小学二年生がいて。うんうん、待望のというか、男の子が、うんうん、今月二歳になる男の子がいます。もう子育て真っ最中で、二歳の子もいるっていうことはね、はい、この時間にまた、おじね、とって、あの。時間とっていただいて、はい、旦那さんがサポートしてくださってる。はい 見てくれても大丈夫です。パパっ子なのであ素晴らしい。いいですね。はい、はい、あの育児はね。お父さんにもお母さんにも両方ね。楽しむあの機会があると思いますので。は,い、はい、ありがとうございます。 寺こ,こそです。はい。で、えっと出身はまあ首里あの生まれが首里でしたそうですよね。長崎首里出身です。うんうん、でそれでヤンバルで育ち。そうなんですよ。子育てはヤンバルでっていう風両親の方針でんなんかあの、はい、名護の方で小学校まで過ごして、うん、はい。 で中学校でまた那覇に中に修理、ねはい、戻ってきてき、ねはい、お話ねとっても落ち着いてお話されていて私も先ほどなんか私よりももう年齢は上な落ち着いた方だなって思ってるんですけど <laughs> 今日はねっあのとっても興味深いあのイベントのお話とかまたそのどうしてそこに関心を持ってるのかとか含めてですね今日は心の内側のこととか。 あの見える見えない、えー、世界というか、あのー、私たちが意識したりしてなかったりすることとかいろんなね形で、あのー、なんていうの見識を深めるという意味でですね今日のラジオはちょっと一風私たちの今までの「ガハハハって森すばっかり笑ってるラジオとはちょっと違うそうなんですね <laughs> 今日はね今日はあのもうちょっと学びが深くなるような。 <laughs> あのはいえっと番組になっていくんじゃないかなと思ってますのではいゆいさんよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ではあの実はねえっとイベントがあの開催されてるイベントがあってで私もそのイベントの先月ねあの参加させてもらったイベントありますけれども、えっと、今じゃあゆいさんが興味関心を持っていることに関してちょっと、うん、あのと 大きな振り方ですけど、はい、はい、あの教えていただけたらと思いますが、うん、はい、やってることも含めてですね。ありがとうございます。はい、あの琉球地球サミット実行委員のということで自己紹介させていただいたので。まずはその関わってる琉球地球サミットのことを少しお話できたらと思うんですけれども。はい、まああの私たちこの琉球地球サミット昨年から活動していて、昨年の4月9日に。うん まああの4月9日って「4級」と書いて「子球の日」でもあるんですけれども「子球の日」にまああのこの私たちが住まわせていただいているこの地球っていうのが全ての生命を育む子球そのものだねっていうことで4月9日を「地球の日」ということで宣言をさせていただいてこの住んでる地球 またその住んでる国であったり地域であったりっていうのがより良い場所ベタープレイスにしていくためにはどうしていったらいいだろうかっていうことをテーマに昨年はあのまあ有識者の方々元官房長官ですとかこうちょっと著名な方々をお招きしてこう実際に私たちの困りごとを直接ぶつけてみようっていう形で始まったのがこの「 琉球地球サミットだったんですけれども、はい、昨年はそういう形で県議会議員の方々をお招きしたりとか、うん、そういう形でイベントをあの開催してきたんですけれども今年の4月9日は、うん、その今ここ沖縄に住んでいて私たちはこの沖縄のことっていうのを教科書以上のことっていうのは何も知らないなっていうところで、うん、沖縄 の真実誰も知らない沖縄の真実っていうふうに題してうん、うん、この4月9日今年の4月9日にはその沖縄に関するあのイベントを開催しましてうん、うん、古代古代史研究家の方をお招きしてお話を聞いたりした中ですごくあの大好評をいただきまして、うん、であのすごく反響が大きいので第2弾もやりましょうということで6月24日にも第2弾の イベントを開催して、うんうん、そちらでも、まあ、あの反響があったということでやっぱり沖縄自分たちの住んでいる地域であることもなんですけれども琉球より以前の歴史っていうのがなかなかまあないとされてたりする中で、うん、それでも港川原人が発見されてたりとかうん、うん、古代から人の、ね、生活はあったっていうはずなのに、うん、本当に歴史ってないのかなっていうあたりとかも。 いろいろ研究されてる方からお話を聞いたらこれだけ反響があるっていうことはやっぱり沖縄の人たちとかまあ沖縄にこの直接ねえっと代々先祖代々住んでるっていうわけでなくても今ここ沖縄にいる人たちっていう方々も含めてですけれどもこうなんでこんなに注目される沖縄なんだろうっていうところをねあのひも解いていったり。 するようなイベントを開催してきたんですけれどもでまあそうですねこのいろいろイベントを行ってきたっていうのも私自身はが3年前にこう。うん とある方に出会いこのお勉強会っていうのに参加させてもらうようになってから量子力学だったりとかこう潜在意識とか<う>脳科学とか、まあ、古神道とかを盛り込んだあのお勉強会なんですけれども人々の人私たち人間の,この意識っていうのが変わることがすごく大事だよ、うん、すごく重要なんだよっていうことを学んできてだから情報っていうものも正しく知り、まあ、そこにあの い,い悪いとかあの辛い苦しいとか嬉しいとかっていう感情も一旦置いておいて正しく情報を知り、うん、こう私たちの、まあ、DNA の中に入っている、うん、こう受け継がれてきた、まあ、先祖代々の情報とかっていうところも歴史を含めて知ることが大事だっていうことをすごく学ばせて頂い,いてきたのでやっぱりこう同じように知りたいって思ってる方ってすごくいっぱいいるんだなっていうところとうん、うん、まあ そうやって意識を変えていくことっていうのことでこうより良い住みやすいあの社会とか住みやすいこの地球っていうところにあのどんどん大きくつながっていくなっていうところもありましてなのでこう私たちも今までこうイベントを開催してきたんですけれどもまあこれからもどんどんやっていくっていうところではだんだんこのやっぱり えー、共感してくださる方も増えてきていろんな思いを、うん、このやっていくアプローチとか形は違えど目的っていうか目指しているところは一緒だなっていうところでいろんな方々と出会ってくるようになってきて、うん、そういうこともあってすごくあの回を重ねるごとに大きなイベントになってきているなっていうふうにも感じますし、うん、ま本当に少しずつですけれども、うん、この私たちの活動っていうのがこう浸透してきたら、うん 沖縄から世界は変わっていけるっていう風にうん私たちはもうそれが合言葉のようにして, <laughs> てしい、ね、はい活動してますねはいなんかあのー、ねお話を聞きながらまあ今日お会いした中でやっぱり目がねすごく綺麗なんですありがとうございますキラキラってしててあのー、すごく生き生きとねお話しされていてやっぱりそういう思いが あるってそうであの最初のイベントの時の話をされた時に、まあ、いろんな困りごとをみんな持ってきてぶつけたって言ってたんですけどユウ、うん、さん自身がそのじゃあど,、まあどんな困りごとっていうか最初このイベントに参加した時にこういうことを聞いてみたいっていうことがあったとしたらどういうことだったのかっていうこととか、うん、あとその意識が変われば。 あのまあ、その見えてる世界とかも変わってくるっていうかね,ね話してたと思うんですけど日々その意識ってやっぱり本当にその人がそれこそ意識しないと変わらないっていうところで,、うん、うでどうやって毎日このリセットじゃないですけど、うん、毎日朝始まりますよね、はい、寝て起きて一日を始める時にあのどういうふうにスタートを切ったりとか何か具体的に何かやってることがあるのかなと思って。 それとか先ほどの,あの3つぐらいあるんですだから1つは困りごとみたいなところ、うん、何をぶつけたかったかとかねまず、うん、最初のところとかあと今言った意識をあの持つにはそういう意識を持つにはどういうことを日々やってらっしゃるのかっていうことと、うん、で3つ目はあのやっぱり言葉が大事だよっていう話も先ほどねされてたどういう言葉を今大事にされてるのかこの3つちょっと聞いてみたいなと思って。いはいいありがとうございます、うん 私自身子育て世代っていうこともありますのでこうとってもちっちゃいこととかからなんですけれどもやっぱりこの子どもを例えば預けたくても保育園って待機児童が沖縄はまだ多かったりするじゃないですかで仕事をしてからじゃないと 保育園っってていいいううのも預けられなだ仕事を探すためにまず預けたいんだけど、うん、まあそれも一応できなくはないです一時預かりとかでできなくはないんですけど、うん、そもそものアプローチが何ていうか、うん、こう逆というか、うん、そういうあたりのことですとか、うん、やっぱり孤立してるお母さんたちも多かったりする中で。うん、こう もっと子育てに、うん、あの寄り添うようなことってできないのかなってただその声を上げたくても、うん、どこに行けばいいのかって実際この市役所に行って取り扱ってもらうのか、うん、その議会に行って議員さんたちと直接話しするのかっていうところも、うん、まずそのどうやって行ったらいいのかわからないっていうところからのスタートなんですよね。なので まあだから県議会議員の方とかそういう方々と直接話をしていく中で私たちにはちゃんと声を上げていく権利っていうのがあるのでそういうものはあのどんなに小さな声でも、うん あのまあ、ちゃんと手紙を送るなりとか、うん、こう話がしたいっていうことを約束を取り付けてちゃんと訴えることができるんだよっていうところで、うん、あのそういう、まあ、政治家の方々っていうのは私の中ではすごく遠いというか、うん、存在にしていたんですけれども、はい、そうじゃないでしょうと私たちの代表として働いてあの、ね、あの国でとか、うん、え県議でとか県でとかっていうふうに働いて くくだだだささるるってていう声を届けてくださる役割なんだから、うん、やっぱどんな小さなことでもちゃんとあのぶつけることちゃんと声を上げていくことっていうのが大事なんだよって黙っておくのがよくないよねっていうお話だったんですよね。やっぱり ちちょっとと諦めがちというか、うん、こんな小さなことぐらいだったら誰も取り扱ってくれないだろう取り合ってくれないだろうっていう風な諦めとかっていうのも、うん、そも,もともと多分こういろんな、ね、子育て世代だけでなく本当に小さな困りごとを抱えていらっしゃる方々っていうのは、うん、そうやって、まあ、ちょっと自分が我慢すればっていう感じで流してしまったりとか、うん、諦めてしまったりっていうことが多いと思うんですけれども、うん、そうではない。 といいいうこを教えててただ確かに代表としてお仕事していただいてるんだけれども一人の人であるのだからしっかりと人として話をしなさいっていうこともそうなんだなとただただこうね先生じゃないですけどちょっとこう立てて持ち上げてというかそういう自分の。 この意見を聞いてもらうためになんかこうちょっとね何て言うんですかね仲良くなってっていうその自分の本来の目的ではないようなことをしたいわけではなくてやっぱり本当人としてちゃんとあのぶつかっていいんだなっていうところをやっぱり元官房長官をされていたような方々っていうのも目の前にいるとやっぱり普通の人じゃないですか。テレビでで見ていいいると遠い存在ですけれども近い 近くでこう話を聞いたりこのこ質問をさせていただいたりする中でやっぱり人であるっていうことをすごく教えていただいてはいなので勝手にこう遠い存在というか上みたいな感じにあの思いがちだったところがそうではないんだなっていうところを教えていただけたのはすごくあ昨年大きなはい一つのまあ意識を変えるきっかけにもなったなっていうふうに、はい 思います、はあ。そうでしたか。ありがとうございます。はい。はい。そ,<う>そして、うん、し意識。そうですね。意識をこう、毎,毎日、日々のこの意識を。やっぱりか、うん、か、なんていうの、変えるというか。意識の持ち方で、物のの見方や考え方が変わるって、はい、ことですけど、ね、日々何か。この意識的にやってることとかがありますか、うん、っていう。なるほど。えっと。うん やっぱり人ってこう意識を変えようと思っても元の習性というか元の自分というのにどうしても戻りやすいんですよ向上性て言ってこうひもう元に戻り,戻りたがるんですけれどもそれを、まあ、あの日々そうです、ね、私たち今あのきっかけのあった方の勉強会というのが週1回ぐらいも行われているので大体いいそういうところに行ってこうなんていうのかな ピシッと整えてもらうってたいですけどそうですね、はい、この成長できるような側にこう引っ張ってもらうというかやっぱりあの仲間がいるので互いにこう切磋琢磨し合える仲間たちと集うっていうことがすごく大事でお互い私たちも最初の頃っていうのはお互いのそういう振る舞いとかあって一つ一つ気になるところも指摘さえもできなくてうん、うん、裏でこう。 愚痴を言ったりとか仲いい人たちで集まって、うん、こうだよねああだよねっていうことから、まあ、やっぱり始まってしまうんですけれども、うん、そうではなくてやっぱり互いの,あの目を見て話をするというか、うん、しっかり ここういういいいところはこう直した方がいいいいよねっていうところは直した方がいいって伝えるしまた良いところはしっかり伝える褒めるっていうところもお互い本当にガラス張りというかさらけ出して話をするっていうことができる仲間たちっていうのも私本当大人になってからできたのでそういう仲間たちと一緒にいるっていうことが 大事だなっていうのをやっぱり普段の生活だとその子育てとかいろいろ仕事とか忙しいやこ、ねね、やることいっぱいある中で自分の元の自分に戻りがちなところを少し無理してでもそういう場に行く、うん、あの意識が変えられる場に行くことであったりとかこの,、まああの周波数っていう言葉をよく使うんですけど、うんはい、量子力学の話で、はい、全ての。の ものとか人,人も全てですね、うん、あの周波数でできていて、うん、あの周波数の振動あの振動が速いか遅いかっていうところで目に見えていたりまた見えていない周波数っていうのも人から、ね、出ている周波数っていうのもあるんですけれども、うん、その周波数っていうところをこう周波数を上げていくというか変えていくっていう方法もそ,のそういう意識のた例えば高い。 人たたちと一緒に過ごしたり、うん、でお金持ちはお金持ちと一緒につるみなさいっていう,こう話とかもありますぱお金持ちの出してる周波数っていうのがあるので<ー>ちょっと無理してでもそういう人たちと一緒にいるっていうことをすることで自分の周波数がその周波数 とはい、会っていくっていうのがこれはあの「類は友を呼ぶ」っていう言葉がある通おり、うん、まあこれも昔から日本で言われているそのことなんて言うことわざのような言葉ですけど、うん、これも量子力学の話だったっていうことなんですけどそうやってやっぱりこう意識を自分の意識を保っていくためには日頃から。 少し意識自分がちょっと無理してでも意識が高いなって思える方々と一緒にいられるようにするっていうところとか、まあ、意識の周波数の良い場所に行く例えばやっぱりお金持ちの集いやすいホテルのラウンジとかってなかなかコーヒー飲むとかっていうところもないことですけどそれも少し無理をしてやってみるとかそうやって日々ちょっとずつ意識を変えるっていうことを行っていたりまたあのまあ 保身党の技とかでもそういうふうに意識をこう変えていけるやり方っていうのもあるんだっていうことをね<ー>あの学ばせていただいて、はいうん、そういうこともあの自分自身をリセットしたりする、うんうん、一つの手段ではありますね、うん、ありがとうございます週一ねあのそうやってつど仲間たちとのやり取りをしながらはい、はい 日常、まあ、週7日かあるうちの一日をその時間になあの仲間たちと集ってお互いの,あの褒めあったりとかまたこうはこうした方がいいんじゃないかとかっていうようなこう学べる場があるってこと、ね、そうですよね、はいまあ、子どもたちも一緒に連れてもいけるのでそう、ねはいみんなで。いいですねあとさっき言ってた「古神刀」って言ってたんで多分ね聞いてらっしゃる方私もちょっと古神刀って。 あまり聞きなれないんですけど、何でしょう。古神道って結構もうあの私たち日本人の生活の中の本当にに根付いてるものっていうか、うんえー、年少だったら神社にお参りに行ったりしますよね。年少<初>、年少あの年の初めというか、はい、神社にお参りに行ったりとかっていうこともあるあったり、うんうん、この日本人がえっと昔から こう結構この古神道というか神道の教えっていうのをベースに生きてきたんだなっていうことを学ぶんですけれどもうん、うん、古神道今あの国家神道とかって言われているように古神道っていうとなんか宗教みたいなイメージがありますけどうん、うん、神道って結局あの教祖とかがいるわけではなく、うん、こう自然の沖縄のような自然の崇拝というか、うん、八百万の神っていうように一つ一つの ね、植物だったりとかこの岩だったりとか、うん、自然をすごく大事にして、うん、自然に日頃から感謝を伝えるっていうことが御、うん、神道の教えだったりするんですけれどもあ<ー>あのだからすごく沖縄の人たちには親和性があるというか分かりやすいのかなっていうふうに感じるところなんですけど周りの人に。 感謝するとか命を与えてくれた存在私たちの先祖に感謝をするとか日々生かされてることこの太陽があって、うん、当たり前にこのね東から出て西に沈んでいくようなこの当たり前のと思っているけれどもその当たり前がどれだけこう奇跡でどれだけありがたいことなのかっていうことを教えてくれるうん、うん、本当生き方を教えてくれるのが神道なんだなって もともとはこの神のあ<ー>神道って神の道って書くんですけどもともとはお道っていう言い方をしてたらしくて「はい、生きる道」ですね、えーまあ、柔道とか「茶道」とか「道、ね」道ってく、ね、書くつくのはあの日本にいっぱいあると思うんですけどうこう神道っていうのは結局この人の生きる道というかあり方そのものを言っているっていうふうに捉えたらいいのかなっていうふうに思います。ありがととうございますとっても なんか日常的にねありがたいと感謝したりものを大切にしたりというかねそういういろんなところまたそれが一つ一つが神様が宿るというか、ね、そういう尊いものっていう感じの感覚ですかね。なんか時間気になってますけどケイコさん。 来ましたが、はい、時間が迫ってまいりました。あっ <laughs> <laughs> というもんですね。ではい <laughs> いい、ちょっとミキサーより。一言お願いします。本当にじゃ、もう本当に最後になっちゃった。ごめんなさい。ミ李さん、本当に今日、あの、あっという間で。はい、はい。あの、お越しいただいて、思いを伝えていただいて、また学びを深めている。 というところですね。お,お尋ね、あのお聞きできて、とてもよかったです。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。日々のね、心がけの中で、私たちのまたね、意識が変わって。はい。そして、また、えー、平和っていうんですかね。皆、皆さんが。本当に、こう幸せにより幸せに生きていけるために、何かできることをね、たまにまたやっていけたらなと思いました。ありがとうございました。はい。本当にありがとうございます。はい。はい、では、今日は、あなたゆいさんに。 ありがとうござい,いました。新田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、じゃあ、こちらで、また最後の、あれですかね。えみこれいいんだね。はい。<laughs> ミーキーとモーリーのあなたをほっとかない。お相手はミーキーこと糸数美希と。今日は、金本恵子でした。はい、まったね。バイバイ。<laughs> 違いを認め合い。歌ったり踊ったり。 冗談を言い合える心に遊びのある社会を私たちにはそんな夢がある